改めまして、こんにちは。フェアリーズです。こんにちは。こんにちは。はい、それでは一人ずつ自己紹介していきたいと思います。はい、井上理香子です。今日の私の考案のポーズは、クロスロードの時に出てくる、こういう小指を2つで、こういう振りがあるんですけど、ここの、これを一緒にやってもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。理香子私の考案ポーズは、後ろからニョキッです。よろしくお願いします。はい、島村美希です。私の今日の考案ポーズはウサギです。よろしくお願いします。はい、藤田メディアです。私の考案ポーズは今日制服で撮影会ということで勉強を教えてもらってる風です。よろしくお願いします。そうです。私の今日の考案ポーズは今日エビみたいな髪型してるのでエビはい、よろしくお願いします。はい、林田真宏です。私の今日の考案ポーズはちょっと一緒にやって指切りです。よろしくお願いします。はい、終わりました。終わりました。はい、はい、今日の第2部は私が MC をさせていただきます。2週目に突入しましたよ。緊張しているんですけれども、私は前回雑学をお話ししたんですけど、今日は JK の中で流行っている言葉をこうなんか略したりしているので、それを知らない、もう JK じゃない、そう JK じゃないメンバーが半分もいるので、ちょっとそれを皆さんに教えようかなって思ってできました。じゃあ2個あるんで1個目いきますね。まず、どっちかなんですか。あ、2個ある、2個ある。じゃあ難しくない方から。あ、簡単なの方から。ちょっと忘れたかな。ちょっとタンマタンマ。ちょっと忘れたの。元から知ってる、元から知ってるんだよね。あれ怪しいぞ。あれ怪しいぞ。第1問、じゃん、じゃん。ションドイとは何の略でしょうか。ションドイ、ションドイで、分かる人とか、あと人回答がある人は ぜひ挙手してください。手挙げて、手挙げて、誰か。方言でしょ、絶対。誰か。はいはい、しょうもなくしんどい。あー、惜しいかも。しんどいでしょ。しんどいはあってる。そう、誰か、しょう、あ、きついみたいな意味に手あげない。はい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 、はい、小さいのしんどい。惜しい、違うの。誰かわかんないですか。しょう、誰か、しょんどい、しょん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 どい、しょんどい、しょんどい、しょんどい。あそこ、はい、おけおけ、しょんどいどんま。違う、誰か。はい、しょっちゅうしんどい。あー、でもそんな感じ。しょっちゅうしんどいのきつくない。ちょっと、あ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 、でも、惜しい。しょ、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 はい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 、しょんぼりしんどい。あー、違う、しょ、あ、小六がしんどい。あ、はい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 、しょってるがしんどい。違う、え、なんかどういう時に使うか。はい、じゃあもう言っちゃう。じゃあシチュエーションなんか言って。あー、でもほんとなんかもう言っちゃいけないけど、しょーんしんどいみたいな。え、何何何、しょーんしんどい。しょーん、しょーん、なんちゃらなんちゃらしんどい。はい、はい、しょうがなくしんどい。違う、ちょっと言いたい、しょーん、言っちゃいましょうよ。正解は、正解は正直しんどいです。じゃあ第二問目、第二問目、これね、これマジ TBS。 TBS TBS あるよ、TBS の方へ行かれる。マジ TBS はその、マジ略語なんですけど、マジなんちゃらなんちゃらなんちゃら。マジ、例えばシチュエーション、シチュエーション、今日雨、マジ TBS。 無理でしょそれ。あ、買う、
バリ下がるなって。へー、使うんだ。使う、まあ、マジ TBS。 そう、なんか TBS。 もうそれはさ、言おうよ。テンションバリ下がるわ。そう、それは、ね、今 JK で流行ってるんで。なんで知らない。 TBS さ、この間なんか言ってなかった。あ、トッポギ。トッポギ、トッポギ、トッポギ知ってます？トッポギ知ってる？食べ物じゃないんだよこれ。びっくりした私。何？トッポギは、トッポギ言っていい？いいよ。トッポギはとりあえず六本木に行く。やばくない？今日トッポギ、今日トッポギで。そうそう、え、そう、昨日ずっとミリアが今日トッポギ、今日トッポギって。え、私トッポギ食べたいって言ったら、なんかそういう意味じゃないって言われて、びっくりしちゃった。そう、ね、そういうなんか今略してる言葉が、そう、2016年流行ってる言葉がトッポギとマジ TBS とションドイ。ションドイ、ションドイ、皆さんぜひ使ってください。ミリアの雑学でした。ミリアが、ミリアが使いやすい、マジションドイ。言葉的なやつ面白いね。そう、面白い。時代は進みますね。はい、ここで学べると嬉しいですね。そうですね。また第3部は別のメンバーが何かしてくれると思うので、お楽しみにしていてください。はい、おしまい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次の曲いきますか。今日とりあえずトッポギ。遊びに行くよ。はい、それでは聴いてください。クロスロード。